外しましょうか。あ、大丈夫です。そのままで。はい。皆さんこんにちは。見えてますでしょうか。今日はですね、雲楽窯、というところに来ています。全国的に雨でしょうか。皆さん、こちらもちょっと先ほどまで雨が降ってたんですけれども、皆さんの地域はどうでしょうか。はい。皆さん清水焼き、あとはその陶芸とか、されてる方、ご興味ある方いらっしゃいますでしょうか。またこの雲楽窯、もしかしたらいらっしゃったことがある方も見ておられますかね。はい、よかったらコメント欄で教えてください。はい、あ、雨ですと。はい、そうですね、ちょっと電波が悪いかもしれません。一応電波の確認はしているので、通信状況悪そうだったら再度入っていただいたりとか、してもらえたらと思います。ではちょっと早速3代目の、雲楽さんにお話を伺いながら、作陶の様子などを見せていただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。はい、今日はよろしくお願いします。はい、ちょっと簡単に自己紹介と、あとはその雲楽窯についてのご紹介をいただけますでしょうか。はい、はい、私が3代目になります。まこの道に入って私自身は76、7年になるんですけども、ただこの焼き物が好きで、はい、まあ、趣味も何もない、これが趣味というような状態で今日まで、一生懸命やらせてもらいました。でそれで私とこは特殊な和菓子を作り上げておりまして、でこの道に入った時から狙ってたことですけども、予想にできない新しい興味だけを作りたいということで、頑張ってきたんですが、うん、おかげで5年余りかかりましたけども、一つ予想にできない作り上げました。で今日、もう90歳を超えておりますが、また元気でよろしくお願いします。今日はこのもう今目の前にありますけれども、実際に器を作っていく様子を見せていただけるということで、そうですね、はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。ろくろが一番面白いんで、はい、ご案内していきたいと思います。はい、でまず、京都は利休さんのお茶を広めていただいて、450年近くなるんですが、天皇がおられましたから、それに使える公家さんとか諸大名たちがですね、人に持ってない器を使ってお茶会をやって、器を祝ったものなんですね。それで源泉の秋とですが、全国から陶工を集めまして、それで、いろいろなものを作る、まあ興味だけになっているわけですけれども、で際立ってよその産地のように備前とか信楽とかパッと見たら分かるというのは非常に難しい面もあるんですけれども、特徴はお湯のみ一つに至るまで全部工芸品ですが、機械型はよほどでないと使わないと、全部手作り手がけで作っていくと、これが大きな特徴やと思ってほしいんですね。で特に私とこはパフォーマーという物を作り上げて、非常に硬い
焼き物で、ただ年数が経つと骨董価値が出るような渋い色になってまいりますので、新しい薬を作り上げたこと、これはもう本当に自分自身でも喜んでおります。そしたら早速ですけども、はい、一番面白い工程ろくろを見ていただきたいと思いますが、どのようにお茶のお道具を作ることは元ですか。まず前にあるお餅屋さんと同じものを一つだけ作ってですね、その後過去に、NHK さんで頼まれて生放送したことがあるんですが、前に言ったら急須、これを土瓶も作り方一緒ですけども、作ってみてもらいたいと思います。よーく飲んだ粘土、これが昔は足で蹴って回したり、手回しろくろを言うて棒で引っ掛けて回したりして作ったものです。今も電動に変わりました。でこの道に入ったら土もみ残念と言われるぐらい土もみばっかり刺されたんですね。今も機械で揉んでしまいますけども、そしてろくろ10年と言われましたけども、10年ではまだなんとかできるぐらいで、やはり何でもできるまでにはどの職業も一職も一緒だと思いますが、20年ぐらいかかるんですね。で生涯勉強ですけど、これで良いということがないので、死ぬまで勉強なんでね、楽しんでさせてもらっておりますけど、まずそんなんでお抹茶でのが基本になりますが、これを作っといて技術を作ってみてもらおうと思います。で粘土というものは焼き上げたら小さくなるんで縮んでいきます。それでだいたい基本的には 17% ぐらい縮むんですね。それでちょっと 17% ぐらい大きな寸法を持って測って作っていくんです。一度にはできません。何回かに分けて作っていくんですけども、まずお茶を煮るだけの土を取りました。でこの土をある程度伸ばします。何回かに分けて伸ばして作っていくんですよ。指先に全部覚えさせてるわけなんですね。はい、ここまで伸ばしておいて、そしてお茶碗の中の形の半分ぐらいの形状の板、これを持って形を整えます。お茶だったらこの角度は浅い、お茶横手伸ばすだけで土も大きさは何でもなるわけですね。ここまで作っといて、そして表面にぐるぐると段がついていますので、これを先に入れてみます。すぐついてしまう、入ってしまいます。これでいいわ。残しておいて大きさは気になりませんから、トンボを言うんですが、これで深さと口径を同時に測ります。ちりこいでできてます。そしたらまっすぐ押さえて茶玉にひもをつけてやって、で表面を口のところを鹿側でつまんで口当たりの良い飲みやすい口作りにして、下の土から切り取るわけですけど、この時糸で切りますから、この底は糸じりとも糸底とも呼ばれてるんですね。焼いたらこの大きさになるんです。これだけ小さくなる。そしたら今度は急須ですけども、これは一度にできませんので、まず胴体、そして蓋、口と作ってご案内をさせてもらいたいと思います。
今度は一応目分量でやってみたいと思います。ちょっと大きめに綴ってみてもらいたいと思っております。これも何回かに分けて取った土を伸ばしていくんですけども、本日まず出して、そして道具は中に手が入りませんから、エゴツというこの棒を中に入れて、左の指で粘土を挟んで、そしてこの指先で厚みを感じ取りながら作ろうとする形に近づけていきます。危ない。ここまで作っておいて、そして房を出る段、木と呼ぶんですが、これをここでつけてやると上の方もできてしまいます。こうしといて、あとは形を整えるだけです。で、丸型だったらどんな形でも一緒ですけども、少し腰が張ってる方がかっこいいですから、腰張りにしてみたいと思いますし、表面に細かい筋をつけますけども、これを一つの模様に残すのが多いですね。糸地や指筋とも、ろくろ筋とも呼んでるんです。これでもできました。仕事の時は大きさ、深さ、口の距離で寸法を測りますけども、今は目分量で一つやってみたいと思います。はい、これで胴体ができました。今度はこれにかぶせる蓋、これを作ってみますけども、蓋の作り方はいろいろあるんですね。このつまみをこの後からつけるよりも、ここで一気に出してしまった方が強いですから、絞り出します。そしてあとは大きさなんですけども、すごい、つまみの形もつないでもなります。次はこれ測った寸法、ここに持ってきて大きさをきちっと決めるんですけども、今は目分量でやってるんで合わへんかもしれませんけども、こうして作りますというところを見てもらいたいと思います。で、仕事の時は乾いてるやつか、かぶせま、
かもしれません。まあご案内をしたら後続くもんなんで、今のせてしまいますかな。お、ちょっと気持ちよかったけどね。でもハマりましたね。そして今度はお湯の次、これも6度で続けていくんです。中の土のをふさげてやらないと中に泥が残ってますから茹でにくいですから、中の泥をきれいにふさげてやる。これだけ残ってましたからね。これ中ツルツルになってます。太さを決めてやるわけです。ここでそして下のとこ膨らみを残して、それで絞ったとこで切り取ってやったら、これ穴開いてますのでお湯が出るようになります。穴開いてますね。急須にする場合はもう一本この要領でこれを作らない、同じ要領なんで、ちょっとここで後のご案内をしていきますけども、まずお抹茶なんですけども、今はこうやって非常に柔らかいです。持ったら潰れますから、1日ここで乾かして生乾きになってから円筒形の台、これをこの土のけてここに乗せます。そして削る品物をお茶碗をここにかぶせて、でこれを回りますから、こういう金具でやんとこう削り取って、そして香合台というものは生乾きの時点で削り出すんですね。そして落款を押します。これはここに入ってあります。運楽のね、中が入ってあります。今、それができませんから、断面で見てもらいますけども、どういうふうに作ったか、断面で見てご案内をさせてもらいます。こういうふうに作る。そこに土少し残してるのは、ここにお茶碗の底を削り出すんです。まあ、左右はちょっときちっと書けないですけども、仕事の時は左右きっちりになります。この斜線入れた部分、これを削り取るだけなんです。いらんとこの土はほとんどつけんと作っていくんですね。縁も中へ丸みを持って口当たりの良い飲みやすいお茶に作り上げられます。ドミニキちょっと大きかったですけども、もう強かったけどね。でこれもドミン、ドミンも中枢も一緒ですけども、底をこうに上げ底に削って柔らかいうちに押してやったらへっこみます。それで中へ膨らんでおります。なぜそういうことをして削ったかというと、昔、みんなつぶつぶ火にかけたんですか。揚げ底にした方が沸きやすかった。また中が膨らんでる方が、お茶っ葉が直接入れたんですか。全体に回ってお茶が出やすかったという昔の人の生活の知恵から、これ揚げ底にしたんだと思うんですよね。で、こうやって削った後、生乾きの時点で、こういう付属のくっつく。
ぶつけるんですけども、今は柔らかいんできれいにできませんけども、明日の仕事なんできれいにできませんけども、容量だけ見てもらいたいと思います。まず、着紙をはめます。別に作ったところね。で、これと同じ大きさの煙突の筒があるんで、それじゃなくてはめ込むんですが、もうそれが使えませんから、針で蒸してしまいます。はい、こういうふうにはめ込むんです。そして、この口も、このままつけたって、このようになるから、この角度に合わせて、カミソリでそーっといっぺんに切るんですが、今はそのカミソリが使えませんので、針で切ってですね、容量だけ見てもらいますね。きれいにちょっとできないですけども、こういうふうに20日に切って、そして、ここの泥、この泥を接着剤の代わりに使うんですね。糊とかカボン糖では燃えてしまいます、ね。これなら燃えませんから。収縮分も一緒になるしね。で、こういうふうにこうくっつけていくんです。こういうふうにくっつけていきます。ところが今これ、水位高いですから。このままで、ついたら上から、この口からこぼれますから。本体の口から。それで、今日はようこそ矯正を起こしやすと。こうして、へこめてやったら、カッコも良くなるし。この低いとこが、この口の頂点の高さと、大体同じぐらいのとこで、なった方が、出やすいですね。で、ここで勢いよく出ようとする。これが、鋭角に、これ、後から切るわけですけど、生、感じになってから、こういうふうに鋭角で切ります。そうすると、ここへ、流れな水切りのいいジュースの口、土瓶の口になるわけです。そして、この口を作った容量で、もう一本円筒形の、こういう取っ手を作った、ここへつけてやったジュース。これは穴いりません、ここもうくっつけてあげる。また、おうどんをかき方みたいにして、口の後ろと後ろ側と逃がしてつけといて。焼いてから、炊き方をで鶴をつけてやったら、土瓶なんです。で、吸収と同じ要領でこし上げていくんですけども、それも揚げ床にしたります。で、こうして、形が完全にできたら、一度乾燥をさせて、700度で焼くんですね。それを素焼きと呼んでます。で、それに、今度は下絵付きをして、上薬をかぶせて本焼きする。また、無地で焼いといて、後から華やかな色をつけて、何度も焼いて、綺麗なものを仕上げていく。興味焼きの7焼きと言われてますけども、ひどいものは7回も8回も釜入れて、綺麗なものを作り上げることをするわけですけどね。で、今はどういうふうにこれ作ったか、厚みと中を見てもらいたいと思います。この厚みで作り上げてあります。これからまた焼いたら薄くなります。よく興味焼きは軽いですねとお客さんおっしゃるんですが、この仕事がここで全部できるんですね。で、これを完全にやるまではやはり20年ぐらいは一生もやらんとできないと。何でも、一生、先ほど申し上げているように一生勉強なんですけどね。私はこれが好きで、子供の時から他に趣味何もないんです。すごいですね。で、こうして700度で焼いたものに絵付けとこから自分を出していきます。はい、お待ちなんですと、1日に若い時に一番元気な時は300本ぐらい作りました、人気ね。で、急須で100本ぐらい引いたもんですけども、最近は年ってそういうわけにちょっといきませんけども、
最近そういう飾り物じゃなしにね、あの装飾に飾りするとかそういうものに力を入れて今やらせてもらいます。言っておりますね。そしたら下行きのところを見てもらいます。はい。私もやりますけど、まあ、あの下絵付けの専門にやってるのがおりますから。でこの時の絵の具はこの青いのがコバルト酸化、ゴスと呼ばれてるんですね。コバルト。そして、茶色いのは酸化鉄、いわゆるサビと呼ばれてるものですけども、この2色で絵描いていくんです。でどんな細かいものであっても全部手書きで書いていきます。で全く同じには書けないですけどね、多少違う、ここに味があるわけですけどね。で紙に印刷しても貼り付ける、そういう手にされるんやけど、そんなんでやったってやはり元気さがないし、みんな同じになってしもうて深みがないんですね。はい、手作り、手書きの良さ、こういう時にから焼き上がったら生まれの良さが出てくるわけです。でこっちでやってるのは上絵付けです。本焼きしたものに絵を描いてるわけですけども、一旦1300度で焼いた生地にこうして温度の高い絵の具から絵描いて焼きというようにして焼き下げてまいります。で出来上がったらここに一つ大きい壺がありますが、桜ともみ、あの京都のいろいろ描き方あるんですけども、色合いが出し方あるんですが、これは非常に細かい桜を描いてますけども、こういうのはもう雲金言うて、雲と錦言うて、あの昔から京都に伝わっている柄なんですね。今これ本金使って金を乗せているところですね。最後の焼きになっています。でこっちへ来てもらうと、この薬が私どもの独特の裏薬、それで真似のできないものなんです。何でもない泥ですけども、これがガラス状になるわけですね。で先ほど見ていただいたちょっと多い目のチアキシの薬、これになるんです。でこれを出すのに5年かかりました。当然昔の上り窯、それじゃもう出ないんでね、電気しか出ません。今そこにあれちょっと持ってきますね。そしてそれで描いてみます。はい。で、桜と、あ、まあ、松と竹で描いてます。で、これも松と竹で描いてるんですけども、形違うけど。で、この薬も、描き方が非常に難しいんで、無駄になったらもう絶対ダメなんですよ。でこうやってちょこんと引っ掛けて描けてるわけですけども、これで中きれいまたかかってます。え、絵は隠れました。すぐにあのすぐで乾いていきますけども、こうやって薬かけたものを、今日は元気玉で並べて焼くんですね。そして1300度で焼き上げたら、こういうふうに、鉄とコバルト、こういう色になって上がっていくんです。うん、これが非常に硬いんですね。非常に硬いやつも。こんな硬いの。この色は良さで、まあ、できません。この硬さだけないですね。でどうぞ。現在の釜、これが電気釜です。で、まあ、一番大きいです、この釜で。
で、50キロの釜なんですね。で、下、中覗いていただいたら、L 型の長い、柱が立ってますが、花瓶焼くためにこれ大きい、背の高いの燃えてますけども、今のお湯飲みでしたら、これぐらいのものでいいわけです。でこれを板の四隅に立てて、そしてもうシナモンだけ焼いたら、今は灰がかかりませんか。で昔はこういう道具に入れて、外を囲って釜の中に入れたもんですけど、今は電気で焼くから。それで今のお湯のみでしたら、だいたい600ぐらい入るんです。シナモンだけ焼けるからね。で上まで詰まったら、こういうレンガで蓋して、約20時間ほどで焼けますのが。まあ、物によっては、大きいものは一夜もかかるやつもありますけども、大体普通はもう、ここへメーターを挿して温度計を。こうやって向こうに機械がありますから、その機械に1300の温度を表示させておいて、でボタンを押しときゃ勝手に開いてくる。非常に楽な、煙一つあげませんし。で、三台もこんなのがあったら、毎日焼いていきます、この狭いところでね。非常に楽になったんですよ。で、よく、ソロうちに、電気代だけは先ほどのお話にタコつくんですが、昭和36年から7年ぐらいでしたね、37年ぐらいに、これ完成させて。当初は基地が扱いされたんですが、昔の上り窯では1200度しか上がらなかったから、それで比較的柔らかかったんですけど、これの窯では1300度楽に焼けますが、非常に硬い焼き物にして私は作り上げております。ただみんなこれ使ってさ、硬い焼き物できるんやけども、クスキを変えないと取れないんですよね、ダメになって。うちは徳島青松という、これを作り出して、この窯で製造したものですね。で、こうして翻訳したものに、先ほど見ていただいて、赤とか白とか紫とか、青とか金とか、銀とか、いうようなものは、翻訳した後に温度の高いのから絵描いて焼き、絵描いて焼き、絵描いて焼きと、だんだん焼き下げて、色をつけて安定させていくわけですね。それで興味焼きの七手焼きと言われています。ありがとうございます。じゃあこっち入って、はい、行きましょう。焼き方はこうして綺麗ですけども、はい、作ってるとこはもうドロドロですから、ドロドロなんですね、はい。ちょっとぐるっと回ってみてもいいですか？はい。はい、で、ここらが私の独特のもので、非常に硬いってことですね。こういうふうに。そして汚れない。汚れても今の洗剤で綺麗に取れるんです。うん、でこれはもう代表的な興味焼きの柄、桜もみ、雲金ですね。先ほどはね、出してもらった。非常にたくさん。どこにもおまけにだけ展示してありますが、はい、1000円から1300円まであります。幅広いあります。ここにもお花がありますね。これがね、東海道53次の宿場の絵が描いてあります。で、これが、お江戸日本橋。今村は何も書いてませんけども、で、一番の宿の品川、これは一番宿とここに書いてます。
て53番目の宿は大津ですね。53番宿で三条大橋と京都の東海道53次で55号入ってるんです、うん、でこの絵柄はあの関の宿のねあの絵柄を持ってきてますけど、こうやっていただいたらこの蓋はお好きな絵を描かしてもらってるということでね、ありがとうございます。ちょっと皆さんもあのじっくり見たいというコメントが来てたりしますが、ちょっと最後にこちらの方でお話を伺って終わりにしたいと思いますけど、はい、ここで買えるんですね。はい、そうなんですよね。ここにもたくさんありますね。代表的なもんですね、京都の。でこれが10年も経ったらこういう渋色になるんです。あ、ここから、うん、これはもう50年経ってますけども、はい、いわゆるこの薬は硬いだけと違ってこういう骨董価値が出てきますんで、うん、これはこれはね、はい、焼き物と漆のコラボでこし上げたもの、うん、で漆も京都にも当然あります。しかし、まあ、焼き物は京水焼き、京焼き、京水焼きと日本で一番と言われておりますが、漆は輪島が日本じゃない、世界でも一番と言われるぐらいの漆のね、あのもう熟練者にお願いをしまして、はい、そしてお世話になって作り上げておりますが、塗り師言うて塗る人が専門におります。うん、で絵描く人を、負け師言うて、絵描きさんをね、で絵描いてくれます。そして、ラディンハミルスとラディン氏。3人がかって。で、私と4人がかりで作り上げたもの。すごい。真面目な全部やってしまったら、焼き物って分かりませんから、うん、帯をして、で桜も運金を書いておいたら、ああ、京都の面って分かります、うん。で、まあ、私の、独特な、やっぱり基本的には桜もみです。うん、大概の人は音楽の上手いなって分かっていただけると思うんですね。ありがとうございます。他にもたくさんあるんですが、ここ龍の、はい、でこれもとてもそうじゃできないですが、はい、これ紫の本焼きして紫を塗って焼き塗って焼き塗って焼きして3回塗りしています、うん、で850度で焼いて、で綺麗に焼けたものにプラチナちょっと銀を混ぜてプラチナで絵を先描いて、それで木の本気に使ってこの鱗とか玉とかでも描いてるわけですけど、それでぼかしを入れて、これは8回釜入れて成功させてます。で私が辰年ですが、はい、あのこうして龍を最近描いてるんですけどね。ありがとうございます、うん、ちょっとこちらに座って皆さんからもコメントがたくさん来てます。あ、かっこいいというコメントがたくさん来てますね。はい。漆とのコラボ。はい。いいですね。ありがとうございます。で、今日はちょっとこの手元にというか、こちらにもお茶を出していただいてるんですけど。これね、このお茶碗はもう35、6年前のもんですけどね。未だに大事に使ってます。長持ちします。これも陶磁器の方ですけどね。美しいですね。はい、匠の技を見せていただきありがとうございましたとコメント。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。あのこちらで今の作刀の様子はあの一般の方も見せていただけるんでしたっけ。うん、はい、あのもう365日、はい、このギャラリーができてから、うん、あのコロナの問題が起こるまでは40数年間2日休んだだけなんですよ、うん、であのあと1日も休まんと今日まで来たんですが、うん、まあ、最近は興味津々そのものにもお客さんが少ないし、それでちょっとお人さんの、まあ、見えることがほぼないんで今ちょっと閉めたりしてますが、これからまた元通りに毎日開けていきたいと思います。うん、はい。
はい、皆さんもぜひ、あ、お店に伺いたいですというコメントも来てますあ、ね。そうはですい、か。ありがとうございあます。りがとうございます。この、で、見えはい。た全部、ご希望があれば、ドクロから一通り、はい。今の工程を見てもらえあ、本当ですたか。らと思います。はい。皆さんにもちょっと実際に生で見ていただきたいですね。この工房の雰囲気とか空気感もとても素敵です。はい。で、このろくろ体験、ちょっとチラシですけどまあ、ね、ろくろ体験体験はと私か。はちょっと高いんですが、はい。しかし、よそは小さな犬の一つで3000から3500円。私とはちょっと大きな、多様鉢、何でも使えるような多様鉢、6寸の20センチ余りのね、それをまず一つ、私なり職人がお手伝いをして、あとご家庭で使ってるもの、使ってもらえるものを先まで作ってもらって、からお手伝いをかなりします。そしてその後、お抹茶ジャムぐらいの大きさのものをもう一つ作る、お手伝い半分ぐらいして、それで作ってもらう。それであとはもうほとんど私らが手をかけんと、ご自身で好きなものを作ってもらうと。でこの3点を焼いてお送りしますから、結果的にはまあ安いんですけどね。そうですね。全部当然私とこの独特の和靴をかけて、超に硬い焼き物として、で送らせてもらう。長年かけて研究されていた釉薬も使わせていただけるということでしたよね。そうですね。あれを使いたい、使って焼き上げていきます。いい音がしていた釉薬ですよね。そうです。はい。ありがとうございます。あ、すごいです。やってみたいですということ、お店に伺いたいですというコメントも来ています。はい。はい、皆さんよかったら先ほどこちらですね、ホームページも今表示してますが、ウェブからもまたチェックしていただいて、はい、皆さんまたタイミング、見てきていただけたらと思います。あ、作ってみたいです。人生の記念に。お茶が冷めにくいですかね、これね。はい、ありがとうございます。今日は、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと短い時間でだったんですが、本当はじっくりとね、このあたりも皆さんに一つ一つご紹介したいぐらいな、もので、皆さんちょっとお気に入りでも見つけていただけたらなと思ったんですが、ちょっと時間も来ましたので、この辺りで、終わりにしたいと思います。あ、息をするのも忘れてしまうくらい引き込まれましたというコメント来てます。はい、まあ、下手なご説明申し訳ない。いやいやいや、はい、ありがとうございます。今日は村木さん、ありがとうございました。お気に入り、ありがとうございます。お待ちしております。はい、ありがとうございます。皆さん、来週も、配信がありますので、ぜひご覧ください。そして、ライブ配信の通知、右上のところからベルのマークを押して、ライブ配信の通知をオンにしていただくと、見逃さずに、見ていただけるようになるかと思うので、こちらも、よかったら、一番下のライブ配信のお知らせを、一部を受け取るではなくて、すべてのお知らせをオンにするにしていただけるといいかなと思います。はいはい、で、キャンプファイヤーコミュニティの方の、投稿に配信のイベントスケジュールとか載せています。これはストーリーズのハイライトにも、置いてますので、今後の配信の参考にしてみてください。では、今日は、京都清水崎の雲楽窯から、お送りしました。皆さんご視聴ありがとうございました。改めまして、村木さんありがとうございました。今日は。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では皆さんまた、次回にお会いしましょう。ありがとうございます。じゃあちょっと一緒にコメントを見ましょうか。はい。今こうしてありがとうございましたと、はい、コメントが来ております。楽しかったです。いい体験。ありがとうございました。うん、あ、皆さんコメントありがとうございます。今、村木さんと一緒に見ております。あ、お茶の絵文字を送ってくれてますね。
お茶とタクシー。雲楽さんというコメントが。ご説明とてもワクワクしました、ぜひ伺いたいです。では皆さんありがとうございました。